はい、では左を開封していきます。左っつうか、まあうん、そんな感じですよ。うん、前回の結果を見てくださった方はありがとうございます。はい、まああれが出たんで良しとした方がいいと思うね。ビクトリー普通出ないから、ダブルビクトリーで、ビクトリーも欲しいっす。はい、あーちょっとすいません、ちょっとカードがね、あ、カードじゃなくてちょっとね画面がずれたと思うけど、はい、一応3ボックス、あ、2ボックスぐらい、このここで開封して家で開封します。爆撃響き、お、メタルアベンジャーリベンジ、すごい、ドラマティックの、はい、ソウルガルド、防壁の玉ライブ、エマージェンシータイフーン、この前も入ってました。ガツンと大パンチ、ドラグメントイノベーション、はい、3パック目だったっけ、忘れましたね。まあ何パック目か言いません。よいしょ、スクリュースパイラル、サソリスレイシ、100万ディエン、ギョギョギョ、バクアーミー、バクリュウ剣術伝承の日、ココゲット、はい、純京翼アンドロセイバー、友倒れ刃、はい、このさっきも出ましたね、100万リエン、爆竜剣術神速の儀、イブローラン、ベリア初ですね、ビッグリンク、トロワチャージャー、はい、これで全部揃ったね。はい、五体リンク揃えましたね。防壁のたまらい、はい、ベアーズスタイル、ベアコダッシュ、はい、バリアーマー、お、2000万ディエンってことは、この箱だけで5000万ディエン超えてますね。さっき2600だったから、2200、あ、超えてないね、4800万ディエン、通常通りってとこか。フォロワーチャージャー、お、ゴーブレイクドラゴン、新ドラゴンのベイリアです。しかも結構強いぞこれ、進化で。バリア怪人、バリアーバラ、ホッコゲット、アイラホップ、なんか同じ再録のカードも結構あります。極と真両方買う必要はないと思います。まあ、どっちか一つ欲しい、自分の組んでるデッキで十分ですね。サマライブ、え、スーパーレアもう一枚出ました。竜イーソー、これ当たり箱でしたね。竜イーソーが出ました。
ということはスーパーレアコンプかな。そしてグレンモルトがもう1枚。はい、スーパーレアはコンプしました。スーパーレアとビクトリーカー、ダブルビクトリーが入ってたので、もうあとビクトリーカードのみ。また前回と同じような結果です。やりました。はい、レギリアもだいぶ揃いましたね。まあ、銃も買う方は、お金に余裕がある方はちょっと買ってみてください。はい。ということで、ラストパック。多分もう家で開封します。ちょっと疲れてきました。はい。よいしょ。ライフプランチャージャー。はい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 。まあ、家行っても多分ね、紹介はすると思いますけど。で、竜イーソーと、あとゴーブレイクドラゴンとイブローランでした。かなり当たり箱。そして2200万ディエン。いきなり当たりを引いて、4800万ディエンでしたね。こちらの方の1000万ディエンが先ほど2枚出て、しかも500万ディエンと100万ディエンで2600万ディエンですので、4800万ディエンでした。全部で。で、ゴールドレイユ。これと、竜イーソーが、もうすでに出てますので、スーパーレアがコンプされてるという状況です。しかも、このベリリアも4種しかないので、4種類全部揃えてしまいました。イブローランに、さらにゴーブレイク、サウザールピオ、バルハラマスター、そしてガイネクスト。つうことは、こちらの方が揃いましたので、このワンボックスでですね、これかなり当たり箱で、このワンボックスでもうすでに全部揃ってしまいました。ガーッと。ビクトリー以外。究極の箱と言ってもいいでしょう。普通に奇跡の箱ですね。前回も出だしこんな感じだったんですが、はい。また今回も奇跡を起こしてしまいました。いいワンボックス目から。あと9ボックスは家で開封するのでご視聴ください。ではご視聴ありがとうございました。